はい、それでは本日こちら続けていきましょう。生成の系譜と周りの敵を正直撃破していけば、まあ上の分は マリジリングに見えたまあこちらで竜とアイラを二人にしておいて、今会話できるやつはいねえよな、他には。まあエスリンはこっちで大丈夫だし。ちょっと大丈夫かなーって置いたのが、ディフェンス上がっても頼む、避けてくれ、さよなら。で、このショーは正直、まだここはスピード勝負ではないです。いわば上の奴らは、フェリーにでも任しておけば次にバクラッシュチェンジできる。まあ、下手に攻めずに。まあ、クラッシュエンジ前のファイヤーと
グラスチェンユコのファイヤーだからな。で、これそれぞれの部隊の隊長を残しておくと、それぞれの本部のところに戻って、メンバーを、仲間を連れてきてもう一回来ますからね。レビンでできる限り、まあ右は追いつくかな。まあヘリーやクラッシュエンジンをさっさとさせて、こっちはまあ迷ったらさっさと落とす。ちなみに戦線の系譜から味方の強さによって相手からもらえる経験値が変わってくるようになります。あ、違うわ。暗黒竜と光の剣で経験値もらえるパターンが、強い味方が敵を倒すと経験値が少なくなる。これは外伝の方からやってましたね。暗黒竜ではそれぞれ敵のステータスに経験値いくつかっていうのが出てて、倒すとその経験値がもらえて、倒せない場合は暗黒竜だとマックス20で経験値がもらえて、相手に与えたダメージ分経験値がもらえて、一瞬あげるに見えた。で、外伝ですと、外伝から経験値の弱いやつは多くもらえて、強いやつは少なくもらえるっていうパターンになってます。で、それから紋章の謎で経験値がまた敵それぞれに設定されており、それを倒すとマックスの経験値をもらえ、倒せなかったら、暗黒竜では20でしたけれども、紋章では、基本が10になってます。
アイラの流星剣。通常状態でも耐えきれるっていうのがどんぐらいいるかね。いや、少しは避けようよ。君素早いで有名でしょ。まあ、エイディに来るけどね。はっきり言ってエイディも暮らしてニコなんだよね。当たらねえわな。ま、ラケシス。よく見たら銀の槍だったんだな。で、スリンはこっちにさっさと行って。で、レビンは、で、ちょっとこっちへ。シグルド経験値多いけれども、自主的にはクラスチェンジ後でレベル4だか5だかで出てるんで、あんまレベルが上がってないっていうやつなんですよね。まあ魔法使いさえ倒せば正直あとは楽だし。弓兵同士のバトル。うん。
まあ素早さはこっちの方がはるかに上ですけどね。まあシグルドもキュアンもファイアエムブレムシリーズのお約束、花からクラスチェンジで出てくるキャラクターは成長したキャラクターに比べると多少見劣りする。こればっかりはしょうがないところもありますからね。はい、あんだけいたのをもう残り1体だけ。の一周ついてたからお前もらってけ。ファイアーエムブレム聖戦の系譜では教会に入るとヒットポイントが次のターン全開します。その代わり1ヒットポイントにつき5ゴールド必要です。あれベオルフ出し忘れとった。頑張りましたね。あなたはファルコンナイトにクラスチェンジできます。クラスチェンジしますか？この青いフェイ、女に見えて実は男という。第2部でのあの変わりように失恋した男も多いはず。で、ついでですから、闘技場へ。ちょっとギリギリでしたけどね。勇者の斧。やっぱダメか。これはできるんだった。
でもそのクロスナイツもこの後全滅させなきゃならないんだよな。ジャガローはトラキアイの竜騎士団を雇ったって噂だぜ。やつら戦争が起こるたびにどちらかに雇われて手当たり次第に殺しまくるとね。まるで死肉を食らうハイエナのようにな。であとは残るはここら辺はレヴィンにとどめ刺させたいけどな。絶好剣じゃありませんよ。まあとりあえずこれで差し当たってピンチになるような状態はもう花からピンチにもなってないんですけどね、クラッシュエンジンさせまくってたら。2度連続攻撃してくんねえのかよ。
てよ、どうせもう。あ、そうか。あれか、間接攻撃ができねえんだ。何をどじっとんね、自分。カズくんがこんなひどいことするなんて、一体どうしたことだ。わしらはあのブリードという女どもを信じていたのに。ブラギの塔。これは助けに来てくださったのか。これでこの村の者も救われますぞ。お礼と言ってはなんですが、この魔法の杖を差し上げましょう。これはレストの杖と言って、スリープやサイレスの状態を元に戻すことができる。きっとお役に立ちますぞ。基本的に一番最初からの一番最初の城本城の遠くにあるものほどアイテムがもらえる可能性があります。まあ、あんたらはレヴィンの食料になってもらいましょう。まだクラスチェンジしてないけれども、食らったらここまでダメージくるのに。終盤に大ピンチに陥る。シルビアを音に見つかるしは方法がねえ。
な、正直。この状態で一旦耐え切ろう。耐え切れれば。避けろよ。あともう一発。シルビアの方行ってくれた。まあ、食らっても一発は耐えきれるであろう自信はあったからな。まあ素直にこれは待てよ、大丈夫だ。どういう基準術、ホリーのヒットポイントの忘れてた。とにかく隣接をするという、ガードはなかなかのもんだな。素早さと運の良さだけはめちゃくちゃというあれでもねえな、このレベルでは。
で、レビンを持っていくけれども、しばらく隣接はできないんだよな。ファルコンナイトにもこのシューターは、特攻がありますから、食らったら食らったり、ドーンという風になってます。まあレビンのスピードもあればシューターなんかに食らうこともないだろうからなと。9%。やっぱシューター低いな。本当はシルビアと一番いいのはクロード審判なんだけどな。で、ちょっと。シグルドと。レビン以外は一旦本城の方に下ろしておきます。クロスナイツ部隊がここを制圧後に空き巣狙いのように来るからです。諦めずにシルビアとクロード神父を結んでみるか。出てきてからずっとクロード神父にダンスをしていりゃ少しは興味持ってくれるだろう。そういえば、この、ファイアーエンブレムシリーズで、これって、第4章までに、必ず、ある一人を残しておかないと、
クリア自体が不可能になってしまうという罠があります。第4章で橋を落とされるイベントがあるんですけれども、その橋を落とされた後、その橋を元に戻すキャラクターが必要なんです。その橋を元に戻せないとそこで積むというファイアエムブレムの聖戦の系譜が、おそらくそれ系を唯一存在するゲームです。まあ、紋章の謎では、アイテムが揃わなければ、グッドエンディングに行けないという罠もありますけれども、まあ、それ自身も、まあ、エンディングの一つを迎えられるっていう風な感じで、まあ、後味は悪いですけれども、まあ、うまいこといけば、こいつが、イカズチの剣で、レヴィンを間接攻撃してくれるだろう。イカズチの剣、もう頑張ってチクチク暮らし経験値上げて暮らしチェンジするっていうのもする必要のないぐらいチートキャラクターのみが残ってますんで。無念。イカズチの剣。で、まあ聖戦の系譜は味方以外全滅させるとこういう音が出ます。よく来てくれたの。俺にこの剣をやろう。これはツバメ返しといってね、空を飛ぶ者に必殺を与える魔法の剣。そなたが使えなければ売ればよいぞ。こういう風に本庄に一番遠い村がこういったアイテムをくれるっていうのも結構あります。じゃあ、とりあえず、ここで一旦セーブしておきたいと思いますと。こっちでは保存しておきます。よ。何かあったとしても、ここで。シグロド様、シャガール王のお姿が見当たりません。そうか。おそらくシルベールへ逃げたんだろう。あの城にはエルトシャンがいる。彼のクロスナイツがアグストリア最後の戦力だ。このまま剣を収めてくれればいいんだな。シグロード様、エッダのクロード神父がお越しです。あ、クロード様か。すぐにお通ししてくれ。シグロード公子、久しぶりですね。あなたにお話があってまいりました。実は国では大変なことが起こったんです。クロード様、一体何があったと言うんですか。クルト王子が衛星の機能を何者かによって殺害されました。まさか、一体誰がクルト様を。
クロド様のおそばにはいつもバイロン卿がおられた。だが、王子が殺害された日から姿が見えないんです。言いにくいことですが、王子殺害の疑いはバイロン卿、つまり、あなたの父上にかかっています。です。そんなバカな。国ではよからぬ噂がいろいろと立っています。中にはあなたのバイロン卿が、意を通じて王子を殺したというような噂も。陛下も心痛のあまり倒れてしまわれました。父は王子に最も信頼されておりました。その父が王子を亡き者にして一体何の得があるんでしょう。疑うべきは反王子派と言われているレプトール、ランゴバルトの両公爵ではないんですか。私もそう思います。しかし証拠がないんです。今や宮廷はレプトール教によって占められています。陛下の側近であるアルビス教のお考えはどうなんです。あの方のお考えはよくわかりません。あなたに敵意はないと思いますが、しかし味方かどうか。そうですか。私も父が心配です。今すぐにでも国に戻りたいんですが、陛下からこの地を守るように言われているためそれも叶いません。クロード様、私はどうすればよいんでしょう。私はこれから北西の島にあるブラギの塔に行くつもりです。あの聖なる塔でブラギの茶番、ブラギも忘れたる私が祈れば、すべての真実が明らかになります。私は陛下にすべてをお話しするつもりです。シグロード公使、どうかご安心ください。あれ、君はフリーズ家のテリト。どうしたよ、クロード神父と。でも君はレプトール公爵の娘なのに。どうもこの子には困ります。いずれにしても真実が分かり次第あなたの軍に交流します。一緒に国に帰りましょう。分かりました、クロード様、どうかよろしくお願いします。でここからダメだよ、ディアノラ。外はまだ危ないよ。それにセリサはどうするの？やだよ、僕は赤ちゃんの面倒見るなんて男のすることじゃない、もう。わかったよ。いいよ、行ってきなよ。でも、すぐに戻るんだよ。もうセリスが生まれた後です。誰かの踏みつぶしてます。ようやく見つけた、シギュンの娘を。お前は今から生まれ変わる。我が暗黒魔法によって全ての記憶を失いある男の妻になる。それがお前の運命じゃ。諦めよ。じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。では、失礼します。